こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、治ったやつを紹介したいと思いますけど、前回前々回ぐらいですかね、こう依頼品ということでですね、これサビサビだったですね、やつ あったんですけれども、それをやっとですね今日治りました。あとはですね、このテープのスピードをちょっとね、ここのボリュームでもって調整して、あと組めば、大体 OK ですね。一応ね、動作テストは全部したんで、ちょっとやってみたいと思うんですけど、前回のね動画見て、前々回ぐらいかな、見てもらうと分かるんですけど、もうこの辺がね、こういうところね、こういうところがですね、全部青くですね、錆びてました。ここら辺もね、この電池のバネのところもね、ここら辺もね、あとね、これね、ここのカバー、電池バネのところのね、カバーなんですけど、これ、なんかね、無理やり開けたみたいでね、これ壊れてて、使い物にならない、まあ、ここのフックのところとかですね、この辺のここの部分ね、付け根のところ、これ全部折れてたんですよ。あとここら辺のバネを止めるところも全部、取れて壊れてたんで、これもね今回直したんですけど、これはね、ちょっと特殊なやり方なんですけど、あまり僕以外やってる人はあまり見かけないんですけれども、なんだ3D ペンで、ABS をですね、これここに持ってですね、それで、ハンドミルで、ハンドルーターで持ってですね、全部ね成形してます。これ辺もこれもね、だから、それで ABS なんでちょっと弾力性があるんでね、これプラリペアでやるとですね、弾力性がないんで、バネ性が失われちゃうんですよ。そうするとですね、場所によってはですね脆くなるんで、使えないんですよ、プラリペアはね。なので ABS をここに、くっつけてですね、3D ペンで持って、くっつけちゃいます。そうするともうこの地の方のプラスチックも溶かしながらですね、ABS 樹脂をと持っていくんで、そうするともうそこの間はですね、接着ではないんで、完全に一体化するんでね。そうするとこれちょっとね、この淡いブルーの色がなかったんでね、白でやったんですけど、まあこれ見えなくなっちゃうんだよね、こうやればね、蓋しちゃえば見えなくなっちゃう。あとこの金属の端子類ですね、こういうところね、この端子類ね、これは全部ですね、錆を落として、そしてその後にですね、まあ磨くんですけど、磨いて、金属磨きで磨いてですね、その後ニッケルメッキをまずしてですね、その上にこれはね金メッキしてます。はい、全部ね、この辺もね、この端子ももう結構ボロボロっていうかですね、中そのものはですね、地金自体はそんなに傷んではいなかったんですけど、だから、交換する必要はなかったんですけど、ですね、全部錆を落としてまずね、でニッケルメッキして、金メッキかけてます。ここのとこもね、ここの、マイナス側の方もね、やって、そういう風にしてます。あとですね、ここでおかしかったのは、まあゴムベルトもちょっとね掛け替えました。ちょっと緩んでたんでね。そして、あとはですね、まあ錆系とはね、まあ多分電池はね、電池の漏れなんですよ。ここも漏れてましたけど、この多分漏れてたんですよ。このマイナス側のところも腐食してたんでね、だからこういうガム型電池がこう入ってて、まあこことここも腐食してたんですけれども、それよりもですね、この多分ね、保存した時にこう、
電池ボックスですよね。電池ボックスに入れっぱなしで、電池入れっぱなしで保存してたと思うんですよ、これ。ここに挿したままね。なのでこれのね、これで言うとね、マイナス側ですね、マイナス側の腐食が非常に激しくてですね、まあここの端子、こっちの本体側のマイナスの端子、これマイナスの端子なんですけど、これの腐食が非常に激しくて、一部ちょっとだけですね、これ穴開いてました、うん、なのでそこはハンダで持って補強して、うん、その上で金メッキかけてるんでまた問題ないと思います。そしてですね、まあこっちの電池ボックス、電池ボックスの、全部分解修理しました。なぜかというと、さっき言ったようにこれマイナスが、マイナスがこっち側ですね、こっちの方の、うん、腐食が非常に激しかったんで全部取りました。その時にですね、腐食したのかな、腐食じゃないかもしれないですけど、この電池のバネのところがね、一個ね、あの一箇所こっち側ね、マイナス側、断絶っていうか、なんていうの、折れてました。それをですね、0.2 ミリぐらいのですね、真鍮の板で補強してつけてますんで、もう壊れることないと思います。で、ここの、うん、端子、ここもね、もう、サビっていうかですね、腐食で大変だったんですけど、全部クリアにして、で、金メッキしてますんでね、これ綺麗ですね。金メッキしてます。なので、これはもう完全に、全部分解処理してますんで、全然大丈夫です。はい。で、そしてあともう一つね、今回やったのはですね、このね、片方のね、片方は大丈夫だったんですけども、このね、なんだ、ピンチローラーね、こうピンチローラー、黒いこの、ちょっと分かりにくいかなね、ここなんですけどね、これがですね、やっぱ多分動作したまま止まったんだと思います。ですね、ストップした状態の時にはこのキャプスタンって言うんですけど、キャプスタンと、ピンチローラーの間はこう少し隙間が空いてるんで、ゴムの方がへこむことはないんですけど、動作してる、引きながら動作してて、その時に電池がなくなっちゃうとですね、これがあのホームポジションに戻らないでですね、キャプスタンにゴム、ピンチローラーが押し当てられたまま保存されることがあるんです。そうすると片側だけですね、へこみが生じてね、でこれもそうだったんですけど、へこんで、音揺れがするんで、これもまあこれ新品がちょっとないんで、他のやつからね、いいやつを選んでですね、つけてますんで、これ音揺れないと思います。はい、じゃあですね、ちょっとね、かけてみますね。まだちょっと蓋はしてないんですけど、あとテープの調整もまだ終わってないですけど、これでね、はい、こんな感じでね、リバース、同じような音楽だな。はい、こんな感じね。はい。で、うん、これ電池でやってみますね。電池、外付けの電池ボックスも生きてるんで。そしてあともう一つね、確認するのはですね、この充電器の方はまあ大丈夫だったんですけど、まあ、一応充電するかどうか確認しておこうかと思ってるんですけどね、はい、この状態でこう、
か。違うよこれ、あれ違う、こっちじゃないのか。あ、これ違う、あ、こうか、間違えた、これが上がってた。あ、こうだ。え、ちょっとずれてました、まだ蓋してないんでね。はい、はい、充電ね、充電、うん、充電機能もちゃんと動きます。はい、この状態で今音楽聴くと、はい、ボリュームね、はい、あとはね、これね、リモコンありましたけど、これリモコンはね、ちゃんと動作しまし、してましたんでね、問題ないと思います。ちょっと掃除だけしましたけどね。はい、ということで、あとはこれ充電じゃないや、あとはテープのスピードをですね、調整して蓋を閉めれば OK ですね。あ、ここに交換したピンチロールありました。ちょっと分かりにくいかもしれない。これ交換したピンチローラーですね。見にくいかな。うん。これ、あ、こっち、これちょっと使ってる。よいしょ。ああ！落っこっちゃった。落っこっちゃった。落っこっちゃった。はい、こんな感じ。あれ？ちょっと、あれすぎんな。ちょっと、置けちゃう。あ、ちょっと見えないな、やめよう。ちょっとまた調整しておきます。はい、ということでね、ちょっと見せるの失敗しましたけど、このね、ピンチローラーね、ピンチローラーのところがちょっとですね、へこんでるんですよね、うん、音楽のね、ロックなんか聞くと分かんないんですよ。ロックとか聞いてもね、分かんないんですけど、これがですね、ゆっくりな音、特にね、声が入ってるね、あーみたいな、一定の周波数っていうかね、一定の音程で長い、音が入ってると、音揺れがすごくわかります。周期的にポン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 って揺れるんでね、それがロックとかですね、速いテンポの曲だと、よくわかりにくいんですけど、これテープのスピードを調整するためにですね、正確に3kHz ですね、 3000Hz を出すテープがあるんですけど、それをかけるとですね、もうさ周波数一定なんで、すごくよく分かってしまうんでね、なので、うん、これも取り替えました。はい、ということで、あとこれすぐにですね、こう調整して、まあ梱包してね、送りたいと思います。はい、ということで、ボロボロ、ボロボロ、結構ね、もうサビサビだったやつもですね、こうやってちゃんとパーフェクトに直せますんでね、特にこれ、651ですね、WM-EX651 ですね、これ、ソニーのウォークマン、カセットウォークマンの最後の機種でもあるんですけど、これもうね、10台以上直してるんでね、部品とかも、ね、全部あるんでね、まあ、ストックがあるんでね、直せます。はい、ということで、直りにした、うん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。